気象庁は今回の地震は先月の震度7の地震の一連の活動であるとした上で、週末に接近が予想される台風25号の影響も合わせて警戒を呼びかけました。揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっている恐れが依然としてありますので、復旧作業や行う場合は地震の活動や降雨の状況に十分注意していただきたいと思います。6日から7日にかけて非常に強い風を伴う大雨となる恐れがありますので、強風や大雨による土砂災害にも警戒していただきたいと思います。気象庁はこの1週間でも今朝を含めて震度4以上の地震が3回発生していることから、一連の活動は当分続くとして注意を呼びかけています。